はい、皆さんこんにちは、こんばんはございます。ムチゲームズのムチです。今回ですけども、今日からね6月ということで、6月のね、ガチャ更新、おすすめガチャをね紹介したいなと思います。ちょっと今ね、3連戦で僕 S コンにね行こうと思ってて、今日ちょっとオールでね撮影して、今先輩がね寝てるんで小声で、はい、ちょっと撮影したいと思います。お許しください。編集もね急いでしようと思うんで、お許しください。それでは本編どうぞ。で、まずなんですけども、6月6日までね、本日からもやってるんですけども、こちらのね、イチローセレクションの方ですね、イチローセレクションなんですけどもね、こちらはね、正直渋いのかなと思います。美化金勢のね、12球団勢の方はね全然引く必要はないのかなと思います。エキサイティングもね今後登場しますし、ここでね無理してガチャ引く必要はないのかなと思います。ガチャシステム的にもね、30連目60連目90連目でね S ランク確定あるのみで、あとは累計獲得あるんですけども、自チーム S ランク確定がなくて、セレクトミキサーでね S ランク5枚かければ、ね、一応獲得できるんですけども、ちょっとね厳しいシステムなのかなと思います。こちらの単発の方も同じくね引かない方がいいかなと思います。あとはですね、同じく6月6日までは TS でギナが登場していて、こちらのね自チーム狙い撃ちガチャもあるんですけども、こちらもね基本的に無課金税で現在はね、引かなくていいのかなと思います。取り逃した方とかもいると思うんですけども、こちらはね、結構おすすめはしないのかなと思います。基本的にね、廃課金税向けのガチャなのかなと思います。あとはですね、基本的に通常追加で来るグレードアップスカーフとか、あとドラフトスカーフとかいっぱいありますけど、そういう系に関してはね、無課金税、美化金税は基本的に絶対引かなくていいかなと思います。あとシンクロスカートとかね、ありますけども、基本的にはスルーで、限界突破攻撃付きガチャが来た時場合はね、無課金税、美化金税は全然引いてもいいかなと思います。ただやっぱそれ以外はね基本的に全然スルーしていいと思うんで、こちらのね、特別のね、特別リアリティの追加の方を基本的に見た方がいいかなと思います。続いてね、おそらく次の更新で登場してくるのはエキサイティング第1弾なのかなと思います。あとはですね、明日のね特番配信でも発表されるんですけども、そこでね、エキサイティングの選手が全員発表されるのかなと思います。まだ特殊能力とかはね決まってないんですけども、ガチャシステム的にはね、一応30連目 S ランク確定の、60連目でね10チーム S ランクが確定であるのっていう感じなのかなとは思います。エキサイティングはね、第1弾第2弾に分かれていて、どちらもね、似たようなシステムに出てくるのかなと思います。どちらもね、一応無料配布あると思うんですけども、プラスねガチャ引く価値はね結構あるのかなと思います。選手はね全員確定してませんけども、正直ね今のところやっぱメンバー的にはね、やっぱポロスペースのね、特にリアタイ的にはやっぱ渋いっていうメンバーになっちゃうんですけども、それでもね、結構引く価値ある選手とかも、特に純正図とかはあると思いますし、特殊能力がね熱気のまま維持してくれれば、野手だったらねリアタイでパワーアップしますし、投手だったらリアタイでねパワー下げれるんで、熱気のまま維持してくれたらね結構強いなっていう選手もいると思うんで、リアタイ的にね獲得するの価値もあるかなとは思います。なんでね、今んとこやっぱ無課金税、美化金税が一番おすすめすべきガチャとしては、エキサイティング第1弾第2弾どちらかね引くことをおすすめしたなと思います。この感じだとね、どちらも引くっていうことよりも、やっぱどちらかに絞ってね、どちらかを60で引く方がいいと思うんで、1500円何十ぐらい貯めていただいてね、どちらかの方を60連目まで引いて、自チームSランク確定をね引く方がいいのかなとは思います。そしてですね、エキサイティング終わった後、6月のね下旬頃からは TS 第3弾の方がね登場してくるのかなと思います。このねイチローセレクションに関しては、TS 第3弾というね括りではなく、イチローセレクション、TS のイチローセレクションバージョンということなんで、また別にね TS 第3弾の方はね登場してくるんじゃないかなと思います。例年ね TS 第3弾は本当に強い選手がね多数登場していますし、昨年に言うとね、やっぱ坂本選手とか、また中村典弘選手とかも登場しているんで、今年もね高額アーティストの選手とか、結構プロスペース的にもね強い選手がね、かなり登場してくることを期待してもいいのかなと思います。ただねガチャシステム的に言うと、30連目でね S ランク確定あるのみで、自チーム S ランク確定とかもありませんし、あとはですねランキングの方もねボーナス付きのイベントだと思うんで、かなりね熾烈になってくるのかなと思います。TS 第2弾もねボーナスなかったんですけど、結構熾烈だったんですけども、それ以上にね熾烈になってくる可能性はね高くなってくるのかなと思います。
まあ、なのでね、まあ、エナジーの方もね、かなり使うかもしれませんけども、まあ、それでもね、やっぱね、まあ、純正勢、なんなら12球団勢でもね、必須級の選手がかなり登場してくると思うんで、まあ、結構ね、そこに向けて時間とね、エナジーを貯めていくのもありなのかなと思います。まあ、僕自身もね、まあ、TS 第3弾、まあ、日ハムの選手次第ですけどもね、やっぱ純正勢からしたらやっぱ TS の選手はね、獲得しておきたいんで、まあ、結構悩みどころかなとは思います。まあ、多分ですけども、ね、6月のね、4週目入ったぐらいからね、DS 登場してくると思うんで、まあ、エナジーね、貯めていくのもありかなと思います。続いてね、セレクションですね。まあ、昨年はね、セレクションが早かったんで、例年は7月に登場してるんですけども、6月のね、まあ、30日から登場していたんだね。まあ、今回もね、まあ、6月30日とかね、まあ、6月の下旬からね、まあ、登場してくる可能性はあるのかなと思います。といってもね、昨年はね、夏のヒーローセレクションという、まあ、セレクションにね、新たに追加で夏のヒーローセレクションが登場していたんで、まあ、今年もね、その時期に登場して、夏のヒーローセレクションとか、もしくはね、まあ、大谷セレクションとかのね、7月とかに登場してくる可能性はね、あるのかなと思います。まあ、セレクションに関してはね、まあ、累計もありませんし、あとはね、無料獲得もね、基本的にはないんで、まあ、セレクションね、まあ、30連目、60連目、90連目でね、S ランク確定のみなんで、まあ、無課金税、メガ金税からしたらね、かなり厳しいシステムになっていくのかなと思います。まあ、ただね、使える期間も長いですし、まあ、あとはスピリッツも100高いですしね、まあ、ちょっとセレクションの背景もかっこいいんで、まあ、ちょっと迷うところなところもありますけども、個人的にはね、やっぱ無課金税、メガ金税、セレクションを引くのはね、まあ、あんまりおすすめはしないのかなと思います。そこで引くのにやっぱね、エキサイティングの方でエナジー使った方がいいと思うんで、僕的にはね、やっぱエキサイティングの方をね、おすすめしたいかなと思います。まあ、セレクションに関してはね、まあ、このプロ野球のね、前半シリーズで活躍した選手が登場してくると思うんで、まあ、結構ね、大体絞られていくと思うんですけども、まあ、プロスペ的にもね、強い選手が今年もね、登場してくるのかなと思います。昨年もね、やっぱ強い選手登場してましたし、やっぱ例年ね、セレクションはかなり強い選手が登場しているんで、今年もね、期待できるかなと思います。どうだったでしょうか。ちょっとね、今土曜日なんですけど、朝なんですけどもね、まあ、金曜日からエスコン行って、まあ、そしてですね、そのまま帰ってきたりずっとね、先輩たちと一緒にね、栄冠ナインをやりまくって、そのまま今撮影してます。そして急いで編集して、急いでまたエスコン行かなきゃいけないんで、いや、結構ハードですね。まあ、そして夜中またやると思うんで、結構体力的にも結構ね、まあ楽しいんですけどもね、結構厳しいんですけども、動画の方をね、急いで投稿したいなと思います。ぜひ皆さんよければね、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。今日もね、エスコン、まあ、楽しんでいきたいなと思います。明日もですけどね、まあ3連戦全部行ってこようかなと思います。ちょっと貯金もね、しなきゃいけないですけども、まあ全力で楽しむとこはね、楽しみたいなと思います。それでは、お乳。はい、ということで、TS 第2弾のね、累計ランキングですね。まあ、こちらね、僕ランキング走ってたんですけども、途中でね、諦めたんで、マジで S ランク引いていきたい。エナジー言うてね、200エナジーぐらい使った気がするから、これ出ないやん。頼む。金子誠の S ランクマジで欲しい。頼みます。飛べ。はい。マジなんで走ったんだろう。